はい今回ですけれども札幌市清田区にある手打ちそば北戸というところに来てみましたでこちらのお店なんですけれども結構人気のあるお店みたいで混んでたりお昼の麺とかがなくなったらですねその時点で終了という感じになってしまってでここ来る前に来てみたんですけれどもその時ちょうど売り切れで入れなくて今回来た時にちょうど食べれたという感じになります そして今回注文したセットなんですけれども桜エビのかき揚げとお蕎麦のセットの冷たい方ということで値段が1180円なんですけれどもランチタイムの時間帯は100円引きになりますのでこれから100円引いた値段が料金となりますで一応1日10食限定という限定の蕎麦になっていました最初の方に動画で出ていたのでわかるかなと思うんですけれどもこのような感じで蕎麦と 桜エビのかき揚げ、そして、えー、めんつゆという感じで出てきます。はい。で、えっ、ー、とそば湯の方ですけれども一緒に出てきました。 で桜えびのかき揚げの方ですけれどもこういう感じの見た目で,で外側はカリッと揚がっているタイプではなくて桜えび自体が柔らかくてふっくらしているのでそのふっくらした感じをそのまま楽しめるような揚げ具合になっていて外側の衣も程よく柔らかいっていう感じでサクサクっていう感じではないですけれども桜えびのふっくら感がよりわかりやすくてすごく美味しく仕上がっていました。 であと隣に緑の野菜あるのが分かるようにししとうが1つ添えられているという形ですで桜えびの天ぷらですけれどももしかしたらサクッともうちょっと揚げた方が美味しいのかもしれませんけれどもきっと桜えびかなり柔らかいエビだと思うのであんまりやりすぎてしまうと中の水分が飛んでしまってもしかしたらあ,のあんまりサクッと揚げてしまうと そのエビの良さが消えてしまうのでこのぐらいの感じで揚げてるかなと個人的に思ったりもして食べました次にそばなんですけどもこちらのそばは10対2の割合でそば配分しているようでそば粉が通常の2発そばなんかと比べると少し多めに配合しているような感じがあるようですで実際にそばの風味もしっかりとあるので美味しいですしあの10割そばのような感じのポロポロって切れてる具合も そういうところも少しあるなという印象がありましたまあそばの分量がつなぎに通常の28と比べると多いのでそういう感じになっているのかなというような印象もありますしかしそばの風味がしっかりとあっておいしいですし、えー、歯応えしっかりとしたですねそばの歯応えもあって良かったですですので割としっかりそばの風味楽しみたいなという方にいいんではないでしょうか 冷たいそばの場合はこうつるっと歯ごたえのある食感に仕上がってますけれどもそばの割合が多いと温かいものを頼んだ時はちょっとあのさ、ー、しですくって食べる時に切れやすいかもしれないかなと思ったりもしました、まあ、実際に温かいのを食べたことがないので、えー、どういうそばに仕上がってるか温かいバージョンは分かりませんけれども、まあ、とにかくそば、えー、に関しては美味しかったので良かったです でつゆですけれどもそばつゆの味は割とキリッとした感じとちょっと甘めの感じとその中間ぐらいっていう風な雰囲気であんまり酸味の強くてこう醤油の効いた感じのものでもないですけどもある程度そういう感じが効きつつうーんかの風味の出汁ですかねそれが結構前面に出てるような感じのつゆだったかなと。 思いましたですので、まあ、マイルドよりもちょっとキリッとした感じのめんつゆという雰囲気ですそしてもう一つのそばなんですけれども冷やしエビ天たぬきということでこちらの料金が1080円でしたでこちらの方も昼の料金なのでランチタイムに関しては100円引きというふうになっていて少しお得になっていましたでエビ天が1本と揚げ玉削り節海苔、ネギ、なると という風な感じであのトッピング乗っていますでこちらの方に関してはそば、えー、つゆこういう風にあの最初からかかってるんではなくて自分でちょっとあの調整しながらかけて食べれるようなタイプのたぬきそばになっていますこちらのそばもしっかりそばの風味がして美味しかったんですけれどもやっぱりこの熱くなってくる時期なのでこういった冷たいたぬきのそば ですね、あの天ぷらと組み合わせたり、うん、揚げ玉入ってたりこういう感じのそばすごく美味しくなる時期でもありますのでいいなと思いますあと今回食べなかったんですけれども数量限定でこういった卵かけご飯というのがあるようですこの卵かけご飯の米は同産米100%になっていて卵が洞爺湖産でしじみが えー、しじみ醤油使っているようなんですけれどもこれが「大空町産」というふうに書いてありました普段とはちょっと味付け違うような卵かけご飯になってるかもしれませんので卵かけご飯好きな方は試しに食べてみるのもいいのかなと思いますしじみのだしの効いた醤油になっているので少し風味がついてたりコクがあったりするかなと思うのでうんおいしいんではないでしょうか よくあのししゃもとかそういった感じのものを入れて醤油作ってたりしてそれで味付けしてそういう醤油使ってなんかあのいろいろだし代わりに食べると美味しいのでこういうしじみとかも美味しいのでい,んいいんではないかなと思いましたあとはメニューの部分をですね写真に撮っていますので気になる方はこの北戸のメニューチェックしてみてください日本酒とかデザートとか ご飯ものなんかもいろいろ結構種類豊富にあるので1回だけ行って食べるというよりも何回か行っていろんな種類楽しみながら食べてみるとよりいいのかなと思いました夜もやってるようなのでお酒飲みたい人は夜行ってみるとですねいろ、えー、んな一品料理とかお酒と合わせて食べれるので楽しめると思います そしてもう一つ気になったのがクラフトビールが結構置いてあるのでクラフトビール好きな方はここ行ってあのお蕎麦と一緒にクラフトビールなんか楽しめそうなのでうんいいんじゃないのかなと思いますなかなかお蕎麦屋さん行った時にこうクラフトビール置いてるところ少ないと思うのでこういったラインナップあるのは嬉しいんじゃないでしょうかお店の様子ですけれどもこういう感じのお店になっていて 目の前に4台ほどの車駐車スペースがあるという感じです。はい、で、厚別中央通りになりますので,で、近くにイオン平岡店あって、向かいには平岡公園あるので、あの梅の咲く時期、梅林の咲く時期なんかは混んでたりすることもあるかと思いますけれども、うん、ちょっと公園散歩するついでにそばを。 えー、ここのそばのお店によってそば食べて楽し,むとも楽しむのもいいと思います高速道路で行く場合は札幌南インターから降りたら数分で着くと思いますけれども近くに地下鉄がないのでバスとか使ったりして行くのだとちょっと時間かかるなっていう感じはあるかもしれません清田区でおいしいそば食べたい時の一つのお店になりますので寄ってみてください あと清田区のそばだと以前に動画でもアップロードした丸高そばというところあるんですけれどもコストコだったりうーんとイエローハットなんかあのすぐ近くになるんですけれどもそこのいたそばなんかもすごく美味しいのでそば好きな方はそちらの方もチェックしてみるといいと思いますで最後に支払いなんですけれども現金か PayPay も使えますのでキャッシュレスで決済したい方は PayPay 持ってるといると 決済しやすいのでいいんではないでしょうか。